源の三中は平安時代中期の武将。姓は源氏、六孫、大常元の嫡男。ただ源氏の祖で、ただ三中とも呼ばれる。意味名は満中とも記される。信号はただ大言限。当初は都で活動する武漢貴族であった。天徳四年、平野正門の子が入居したとの噂があり、ケビー氏や大倉春美らと共に、 この創作を命じられた武士の一人として現れたのが、資料上の所見。武蔵ゴンの任期を終えていた、大和元年に三中の邸宅が、強盗に襲撃される事件が起こり、自ら強盗の一味であった、倉橋博士をを捉えた。博士の供述によれば、醍醐天皇の高孫や、茂王と聖和天皇の高尊源茂元,元が、それぞれ主犯と共犯であったという。 様之助在任時の後方2年に他高校、張間帝里らと共に村上天皇の高骸に任ぜられる。同4年に村上天皇が崩御すると藤原千春と共に伊勢国に派遣される片関氏に命ぜられるが、離教することを嫌った双方が辞退を申し出たが、三中の宮前による辞退を許された。安那2年の安那の変では、源の連羅による皇太子、 森平新王廃大使の無本があると密告して、事件の端緒を作った。この事件で、左大臣、源孔明が失脚したが、三中は孔明の一派であり、これを裏切り密告したとの噂がある。また、この事件で三中の三帝、満期が対立する有力武士、藤原千春の一族を追武している。光中は密告の恩賞により成功したに昇進した。 藤原石管家に仕えて、摂津国、越後国、越前国、伊予国、道の区国,国などの事業を歴任し、様ンの神、ジブ大介を経て、陳寿府将軍に至る。こうして官職に就くことによって莫大な富を得た三中は、他の武士からの嫉妬を受けたらしく、天元元年には武装した集団に、左京一条にあった自邸を襲撃、放火されるという事件が起きている。 この事件による火災は周辺の建物300件から500件にまで延焼したという。また、この事件でも同日中に三定万期が県議人を捉えているが、実行犯については明らかでない。二度国主を務めた摂津に土着。摂津住吉軍の住吉大社に参同した時の新宅により、ただ盆地に入部所領として開拓するとともに、 多くの老党を養い武士団を形成した。武士団の中心として、坂上党の党領坂上よりを、摂津家に任命し、山本総司に要請して、西万所、南万所、東万所を統括して、経営に当たらせた。また、神奈元年に起きた花山天皇大事件に際し、花山天皇を、 宮中から連れ出した藤原道兼を稽古した何がしという意味じき源氏の武者たちとは三中の一族であったと考えられている。この政変後、三中と主従関係にあったと見られる藤原陰家は一条天皇の摂政に就任した。翌永遠元年、ただの邸宅において、老党16人及び、女房34人と共に出家して万行と称し、ただ新墓地と呼ばれた。 この出家について、藤原さねすけは、日記、正月に、摂政法一の者が、菩薩心を起こして出家したと記している。また、今弱物語集には、三中の抜子で、延暦寺の僧となっていた、源の剣が、父の摂生を悲しみ、天台座水源と仏法を三中に、時出家させたという説話がある。なお、同書ではこの時の年齢を64歳と伝えて、おり、 これによれば少年は、演技19年から延長6年の間となる。長徳3年8月27日に即居。意外は、多大いに葬られた。古事団には、藤原惚れ主家が、子となっていたとある。また、塩川氏の伝承によれば、老刀、藤原中光の着難、藤原中吉が子であったとも言う。元助以下ばかり思うらんとか思うらむ、おいて、 別ルル陶器は彼を返し、源の三中。阿尊君は吉行松陶器と、丸見の松ほど以下があらんとスラム。周囲は歌手牧、第六別家高野山にある、源の三中の墓。三中の墓所及び、九養塔はその以外が葬られたとされる、兵庫県川西市の多田神社の境内のほか全国に、複数存在している。ありがとうございます。